はい、どうもワイワイと申します。よろしくお願いします。まあ、本日で18回ですか。もう18回目ってことでね、よくもまあ18回目ってこんなに尺が長い動画作れるなと思うんですけれども、いよいよですね、私本日はトタケゲさんというね、この集まれ動物の森の中ではスーパースターと初対面ということになるわけなんですね。まあ一応当初の目的といいますかね、最初に始めた頃はそのストーリー、あつ森のストーリーというのを、完了させられればなみたいなことで始めたのは始めたんです。それで考えるとまあ一応本日がそのストーリーの終着駅ということになるわけなんですけれども、なんとですね、本日からは実は大きな巨大プロジェクトですね、巨大プロジェクトが発足することとなるんですね。いや、はたまたパートがいくつかかるのかわからないですけれどもね、トタケゲさんがやってきて新しい要素がもう増えるということはない、今になって始める巨大プロジェクト、一体どんなプロジェクトなのか、ぜひ、ご覧いただければなと思います。では本日の集まれ動物の森18個目の動画もどうぞ。はい、グッドモーニング、おはようございます。皆さんおはようございます。ただいま、しましましまの近くは2020年4月17日金曜日の午前8時58分です。イエーイ、しずえちゃん、しずえちゃん、しずえちゃんのいいことを見てみたい、イエーイ。おう、なんと人気ミュージシャンのトタケゲさんがこのしましまは島に遊びに来てくださいました。しかもトタケゲさんはなんと本日私たち住民のためにスペシャルライブを届けてく、お、それは自粛中ぴったりじゃないですか。今から直接ライブ会場に、え、ライブ会場っていうのがあったんですか。はい、トタケゲさんのライブを、あ、はい、よろしくお願いします。ライブ会場に行ってみましょう。あー、すごい。あ、こいつがトタケゲっていうか、いや、しまの皆さん、今日は僕を呼んでくれてありがとう。いつだったか、ここによく似た素敵な無人島の夢を見た気がするんだ。ここも元は無人島だったと聞いたけど、もしかしたらここがあの夢の場所なのかもしれないな。すいません、何でもいいんで早くやってもらってもいいですか。人も島も生き生きしていて、いろんな仲間が集まりたくなる、そんな魅力を感じるよ。そうだ、早く聞こえて。一人で長々と喋っちゃってごめんな。もうそろそろ演奏を始めようか。うん、それじゃあ聞いてください。しまうましましまの皆さんに捧げるみんな集まれです、どうぞ。え、ちょっと待って、ゲーム始まった途端エンディングでことある。いや、ちょっと感動はしてるけど、どここの悪空間はっていう感じもしてるし、だけどちょっとびっくりしたかな。今からよしやろうかっていう、おじさん気持ちは随分乗ってってきてたんやけども、多分これみんないろんな仲間がね、いろんな仲間が集まりました。僕の島にもね、集まれ動物の森、動物って一体何なんだろうかと、動物の域を超えた、いろんな住民が、僕の元へ集まってきてくださいました。このシマウマはシマシマと名付けられたこの、島ではドゥーってよう笑わんで済むなよみんな。え、距離近すぎひんかっていうか曲を聴く。しずえちゃんとかはさ、後ろにいるべきだと思うんだけどな、違う？まあでもこれ感動するかもしんないね。これもう盲信みたいなんて死んじゃうんじゃない、もう死んでるんじゃないもう、もしかしたら。あ、ほら、無名も無名もなんかな、目つぶって、あら、左から右への流星群やん、これ自転を無視してね、自転を無視して今日もやってきてくださいました、流星群。ほら、あら、綺麗だこと。まあね、またちょっと閉めるには早いかなっていう感じはしてるんでね、気の利いたことは一つ二つ言えないですけれども、エグゼクティブプロデューサー古川俊太郎も頑張りましたよ、ほんとね。古川くん頑張りました。よかった、最高だ。うん、どうもありがとう。それじゃあまた海の歌歌ってほしいんですけど、僕海の歌2001かなんか歌ってほしいんですけど、僕、え、また呼ばなきゃなんないんですか。え、
超めんどくさいじゃないですか。うん、邪魔、邪魔やろ。うん、戸竹さんのライブ楽しん楽しみ、それは楽しみましたよ。念願のライブを現実できて僕はとっても幸せなんだもん。今日のこの特別な日の思い出にライブで演奏されたみんな集まれのミュージックを、ああそう、ありがとう。それはすごいいい曲でしたから、やっぱあの曲は何度聴いてもミュージックを再生できるオーディオの家具があれば聴けるから音楽を楽しんでちょうだいね。あ、そうそう、それとね、戸竹さんこの島のこととっても気に入ってくれたみたいなのも、それでね、これからも毎週土曜の夜にね、毎週どのような夜って1週間待たなきゃなんないの。おう、どうだった、この島馬は島々がここまで発展してライブするようになって全て移住パッケージに参加してくれた。いやいや、そんなことないですよ。ほんと今後も末永く楽しく暮らせる、島でありたいから引き続きよろしくね。それで暮らしやすい島づくりのサポートの一環として新しいアプリも、ああそう、開発した今さら。うん、早速、送ってごらん。じゃあ送れるもんなら。誰、誰が分からへん人来た。ん、今送った新アプリ、そんなもん。島クリエイターはなんとなんと、たぬき開発が住民の皆さんに大胆な島の開発を許可しちゃう特別なアプリなんだもん。最初は道を作る許可だけだけど、マイル交換でいろんな種類の道から河川や崖の工事の免許まで。工事の免許って何？どういうこと？島の開発に慣れてきたり、もっとがっつり開発したいって思ったら、ぜひ免許を手に入れてちょうだい。とにかく島馬は島々もここまで発展したわけだから、今後の島づくりはもっともっと住民の皆さん自身にお任せしちゃおうと思いまーす。では今後ともたぬき開発を、島馬は島々を末永くごひいきに。ってことは何？またマイルとか取られんの俺。ふぅ、戸竹家さんのライブを見終えて一段落、これからも毎日楽しく気ままに過ごせますように。誰に言うてんねんお前。神社かここは。さあということで、これが追加されたよな、島クリエイター。このアプリではあなた自身の手で島の開発工事を行うことができますと。敷設できる道や実施できる工事の種類は、あ、他のボートのマイル交換で増やせますよっていうことなんですけど、そうなんです、この島クリエイターっていうのがあるっていうのはかねてから聞いていたんですよ。私もなんかね、工事を始めるお片付けサービス、お片付けサービスは私知らないですけど、なんか地形をいじれるんですよね確かね、っていうことじゃなかったっけ。工事の許可を取得していますと。島クリエイターの準備ができました。うん、プラスで行う順工事の種類を切り替えることができますと。はい、十字キーってことかな。まあ誰、土の道、草地、土の道、土の道、おーすごいやん、土の道なこれ。おおすごいすごい、あ、繋がるんやほんでこれ。へえ、消すこともできてってこと。あ、なるほど、道を作ることができるのね。え、これほんなさ、草の道、いや、こんなんまだまだ俺じゃ、俺の欲しいもんとか足りひん。これをこうしたらどうなる。あ、こうしたらこれで戻せんのな。え、これ元竹さんいいひんの。あ、元竹さんいいひんになってますやん。ほんなちょっと今日服だけまず買いさせてもらおうか。服だけ買いさせてもらおう。はい、きねちゃんおはよう。うん、手作りファッションの店やろ。手作りで線でもええよ。工場に頼んだ方が効率ええね。よ、あさみちゃん。おはよう、あさみちゃん。え、何くれんの、何それ。これ私が作ったんですけど、柄物の布地なんです。家具って布地の部分を張り替えてリメイクできるじゃないですか。ああそう、柄の種類もたくさん作ったんで、もし気に入ったものがあれば。え、どういうこと。うん、作業台で家具をリメイクするときにパターンを選ぶと柄を。あ、そうなんだ、ありがとうね、あさみちゃん。心込めて作ったんやって。あれ、あさみちゃん柄、これ僕のあれなんじゃない。心、僕の心をリメイクしちゃうんじゃない。んだ、今日もこれ着替えさせてもうていい、きねよちゃん。仕立て屋クーポン、あ、そうなんですよ、きねよちゃん。うん、3000ベル以内の商品なら1点無料で。うん、まあいつも1万くらい作ってるからもうええわそれは。はい、焼き替えていきまーす。いいね君。うん、とってもね、ちょっと失礼やけどね。おう、これよ、これがもう今日、これはもう一発で決まったね。これはあの外科医ドクターフルフェイスっていう、めっちゃかっこいいやろこれ。ドクターフルフェイス、もうほんまに医学界では言わずと知れた天才外科医やから。これ見て、これドクターフルフェイスの総会心、これドクターフルフェイスの総会心してんね今。ひよみちゃん何も分かってないけど、
きよみちゃん多かったけど、ドクターフルフェイスだ今そうかしら。ほらこれ今患者さんがおるわ、ここに患者さんがおる。んどうしました、直してあげましょうか顔を。んケイトのスニーカーの形を蹴っとく。あーなるほど。いや今日もいいオペ日和だ。これはオペにうってつけの天気だな。しかしそんなドクターフルフェイスにぴったりの曲はね、今日の気持ちはやっぱケケライダーかな。トゥントゥン、ほらもうまさにドクターフルフェイスに近いやろ。バータタンタカタカタンタタタンパッパッパルッパ、ドクターフルフェイスの気持ちは1億馬力でもね、今日もベーダーユケフェルフルフェイス、フルフェイスダッシュ、フルフェイスダッシュ、うわぁいやぁ、あー山脈、よしフルフェイス、フルフェイスバイクだ、よしフルフェイスバイクで今日も現場へ向かうぞ、今日もオフィスへ直行だ。オッケー、ありがとうみんな、お付き合いいただいてありがとうございました。オッケーで、こうタヌキマイル交換でなんか島クリエイターでやれること、あこれやこれこれこれ、河川工事ライセンス、崖工事ライセンスやって、道路工事アーチタイ、ああいっぱいあるじゃない。これはとにかくあれでしょ、あこんなんとか普通にこれなんとか欲しかったんやけど、もともととにかく道路工事マイデザインって何やろ、道に自分の、ああそういうことか、自分が描いた絵を道に引けんねや。まあでも普通はここじゃないの、河川工事ライセンスじゃないの。これは川をどうできんの、川を埋められんの、川を増やせんの、増やせる一方やったらもう川だけになってまうと、もうアップデート完了しちゃって、おおこれまずいな。おっ、さんちゃんほら島クリエイターで、ああやばい河川工、ほらもう島のオペが今から始まろうとしてるわ。ドクターフルフェイスの医療に捧げた生涯をかけたこの島のオペ、ワンオペ、おっしゃこれで工事できるようになったけども、だから俺としては何か川とかを埋めることができるとかそういうことなんかな。河川工事ライセンスこれやってどうなるの、これこう、おおこれすごいね、あこれいいや、走らずやん。じゃあこれを川にすることもできるの、うわ川にすることもできんねんって、えやっぱこんなことできんねんやったらこれは崖工事ライセンスだな、崖を作れるってことはまさか、うわすげえ、うわすごいんやけど、えこの崖、ちょっと待って、この崖でさらに崖作る、この崖の上にさらに崖作ることとかもできんの、ほんだこれ、おっしゃどう、この島クリエイターを手にした人が誰でもしそうなことをしてみた、まずまずこれでどう、これが基礎の形やな、掘ることはできないから、だからこの高さにこういう風に持っていって、これが最小スペースで一番高いところに行けるんだっていうことがまず大事だね、こういうとこから全てはスタートしていくんだから。おっしゃ、じゃあまずは軽くね掃除だけしとかなあきませんけどね、いつもやってるせい、どうしたたこ焼き、今日はごとぎまとこに、あーとておきのプレ、なに銀だこ、銀だこちゃうかな、銀だこ俺すっきゃで、どう、うんうん、クーラーボックスはもうすでに役に立っていた、すごない、たこ焼きが花に水やろうとしてねんで今、何これ、なんか落ちてんですけど、何よそれ、落とし物を拾ってんて、誰の落とし物だろう、持ち主を探して届け上げた方がいいかも、いいよ別に、落としたものは俺のものやねん、こことかさ、こういうもう花とかさ、もうこう花とかバンバン植えてんのとかもうクソダサいからやめてほしいね、マジでほんまに、このな、このフルフェイスの何を置いてな、あんなんほんまもう、ああいうめめしいことだけは一切したくないねん俺、このテーマパークではガチンコでぶつかっていきたいねん俺、島と、もうこことかなんなん、めっちゃだるいねんけど、もうこれをさ、俺今から全部片さなあかんかと思うと、おっしゃ、じゃあさっきそこら辺で拾ったメッセージボトルドン、モサキチより発明王モサキチやて、うん、アイアンアーマーヘルメット、アイアンアーマーヘルメットやってちょっと待って、このフルフェイスの上を来るか、よーし見せてごらん、うーわ見て、これや、ちょこれ作ろう、これ作ろう、よっしゃできた、これこれすごいやん、どんどんフルフェイスが改良されていくやん、これやほら
うわすごいやん、見て、もう多分脱げへんでそれそいい入り口からよう入れたな、そのウルトラマンみたいなやつ。今日も誰も入らへんな、怪物な、怪物な、怪物ロック歌う準備してんねんけどな、いつもいつでも来てくれな、いいように。 Everybody luck うーん、怪物ロックうーん、ドドドドドって言ってな。それがどうよ、もうあんな骨盤までこっち側に歪んでしもうて、かわいそうに。あ、ミノムシや。俺昔な、ミノムシっていうあだ名つけられたことあって、実はほんまやで、これはほんまやから、ミノムシって言って、なんでかとかは分からへんけど、ミノムシ、ミノムシって言われてて、あの幼稚園っていうか、俺は保育園やった、保育園の頃で、そいつの名前はユウスケやったと思う、確か。俺にミノムシ、ミノムシって言うてたやつ、そいつだけはいつも俺が積み木で遊んでたら積み木をそいつ崩しちゃうんやんか、一生忘れへんからな、一生俺根に持ったるからな、もう保育園の頃の恨み俺でまだ持ってるから、ユウスケ忘れんなお前、いつか必ずその日が来るのを待ってろ大丈夫これ、これ刑法に引っかからへん、お前の人生を積み木崩しにしてやる。はい、お待たせしました、ドクターフルフェイスのちょっと待ってそれナミちゃんの色変わっちゃってんじゃん、さあ大丈夫、ちょっと小狸さ、まずはドクターフルフェイスのものを買い取ってごらん、君が買い取ってやろうか、君の内臓。よっしゃ、じゃあこれから見せてごらん、これ何、これは、うん、レコードボックス、あレコードボックスいいね、それはいいんじゃない、レコードボックスなんていうのはフルフェイ、このフルフェイスにぴったりさ。これは何、これなんか芋虫ついてるよ、ほら芋虫ついてる、アンスリウムっていうの、何アンスリウムって、何かもわかんない、もうアンスリウムなんて名前つけんだな、芋虫がついてるでいい、ヤングコーンか、ヤングコーン先に刺さってるぞ、なるほど、先っちょにヤングコーンを刺せばアンスリウムって名前になるってことでいい、ん、うっうっ、いてくる、この現象キュートアグレッションっていうらしいで、みんな皆さん調べてくださいました、リスナー様、キュートアグレッション、あまりにも可愛すぎて、それキュートアグレッション説明しようか、キュートアグレッションとは可愛いものへの攻撃性と訳されることがある衝動であり、可愛いものを見た時につねったり締め付けたくなったり食べてしまいたくなる衝動である、それらを傷つけたり害を与えたいというものではない。わかった、俺は悪くないっていうことなの、な、悪気があってそういうことしようとしてんじゃない、でも似てやろうかってこと、煮つけてやろうかって思ってるってことやねんな、こだのき、うー言い出してくれ、その目見たら、よし、もう早くナミちゃん見せてごらん、これナミちゃんでしょ、パンダのチュンチュンって何名前をつけてるようなね、愛着のあるもんをこうして売っちゃダメなの、こだのき、そうでしょう、買うけども、このドクターフルフェイスは買うけどもね、あ、ていうかな、てかごめん、おう、おはよう、朝から会えるなんて、うん、こ、落とした、あ、なんかこれ落とした出てくる、何か知らたわよ、お前の落とし物やったん、これこれ、あ、初めてのことやねんけど、こんなん申し訳ないけど、これはなん、ちゃうんやった、ちゃうんや、どっちかというとアルベルトさんが、あ、そうなん、あ、オッケー、ありがとう、ヒントありがとう、おいしょ、ほな、行こう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 、ちょ、組長、組長、あ、組長の部屋なんかめちゃめちゃ綺麗になってますね、これとか、これとかめっちゃいいっすね、組長、フルーツウォーターサーバーってね、イメージトレーニングに、イメージトレーニングに使うんですか、これを、何のってことですか、なんか、あー、なるほど、いろんなこの内臓とかをぐちゃぐちゃして食べたいとか、そういうイメージってことですか、まあ、そんな話はね、ちょっと今置いといて、ええー、あのね、落とし物、これ拾ったんですよ、うん、ちょっとはい、どうですか、これ、これなんですけど、違います、お、びっくりしたんすか、あ、これなくしちゃって困ってた、あ、そうなんですか、な、何入ってるんですか、あ、はい、俺、あ、はい、お、お礼なんていただけるんですか、拾っただけなんですけど、僕ハートのエプロン、うん、気に入るわけなくないっすか、クイジョー、あー、かわいそうに、これフータの多分息子かなんかや、白線されてしもうて、みんなほら、あれでちょっとガスってしなへんかなっていうことでつけといたけど、何するんやっけ、あ、そや、島クリエイターや、忘れた、オッケー、おはよう、グー聞かして、ガン
すごいやん、その串のクラッカーなあ。うん、直してあげようか、塗ってあげようか、そこ。今日はね、化石をね、ちょっとこれ持ってきたの。これちょっと久しぶりに見てみようかな、化石コーナーとか、水のやつコーナーとか、どう？おっしゃ、まずじゃあ化石から見ていってみようか。化石とかはね、もう全く見てないというか、どんだけ数があるか。うわ、結構揃ってるんじゃん、これほら。え、これ手前からそうでしょ？これ私が集めたもんですよね。うわ、すごいやん。え、全部、軒並み揃ってますよ、今のところ。あ、ここだけ揃ってないわ。これここだけ揃ってない。でもすごい、結構揃ってるやん。うわ、これとか見て、何これ。魚肉ソーセージじゃん。魚肉ソーセージの化石や、ほら。うわ、ここ とか見ても普通にタランチュラとか並べてしもうてるやん、袋。これイカちゃうの？え、これなんやろ？関係ないもん、お前並べていってんのかな？ここら辺は？え、結構完成してるのでは？こことかもほら、これブラキオサウルスじゃん。これブラキオサウルスやんな、これ首長いよな。え、結構完成してますやん。どう？こいつとかなんか、ハンマユージロに殴られた後みたいな形になってるけど、あれ何？これ。ディノニクスやって。あ、まだディノニクス足りひんねや。バーン殴られてるやんと思う。始祖鳥。始祖鳥って何？ちっちゃ始祖鳥。うわ、こいつとか見て、お前ぐらい顔でっかいやん、これ。これ何？プテラノドンちゃん。ケツァルコアトルス。やって。なんで名前してんねん、お前。名前考え直してこい。ケツァルコアトルス。やって。どこで駅って、どう読んだらええかもわからへん。ケツァルコアトルス。まあ言うてもやってきてるからね、私も。それなりに。うわ、こっつこ、マンモスじゃん。マンモスかっこええやん。マンモス。マンモスあんな風に生えてんねんね。っていうことは、あの、どこに花が来んねやろな。まあ、こいつとかもほんま。お隣さんやったら絶対俺嫌やわ。スロミロドン。一個も説明あらへんや、スミロドン。こいつ、何これ。うわ、こんなところにお前。これ誰？アウストラロピテクスや、ほら。アウストラロピテクス。これすごいやん。これシカちゃう。シカちゃう？メガセロプス。うん。メガロケロスやって。メガロケロスかっこええな。こんなんおったやで、もともと。すごない？これ。これ国道走らなあかんちゃう？もし今おったら。それぐらいごついもん。いやあ、よっしゃ、何するかほんなら。あ、ちゃうわ、島クリエイターや。さと、ここでね、島クリエイターをまあ始めていこうと、いろいろね、家も大きくしたりとかしながらですけどね、始めていこうと思うんです。こっからはほんと一大プロジェクトです。このフルフェイスの一大プロジェクト、皆さんにご案内差し上げます。まずね、私はもともとあのテーマパークを作るというふうに言ってましたよね。そうなんです。ただこのテーマパークを島クリエイター機能を使って作っていくにあたって、テーマパークと言わしめる条件っていうのが私は2つあると思うんです。その2つある条件、まずテーマパークの1つの条件っていうのは、もちろん楽しめる遊具があるということ。これはもちろんそうだ。遊園地だって他のとこだって何だって、基本的に楽しめる遊具なり何なりがありますよね。アクティビティとしての一面、そしてもう一つ、テーマパークとしてもう一つ重要な要素がある。それが多くの人が来るということではございませんか。そうなんですよ。このフルフェイスは考えました、この頭で。あの、人が多く来るということ、これがまずテーマパークの条件として私は一番大事なんじゃないかと思う。要するにですね、マップをご覧いただきましょう。私は今からこの島馬は島々を島ごと改変していくわけですよね。そしてそこでみんなが楽しめる、みんなというのはすなわち皆さんです。今ご覧の皆さんが私の島に来て楽しめる。よって私はここから一大プロジェクトを発足したいと思います。その名も島全体レースサーキット化計画。もうお分かりでしょう、皆さん。この建物とかそういったものはもう全てね、きっちりと整理していきながら、この島全部でみんなでレースをしようじゃないかという、そういう風なね、まあ、コースにしたいと思ってるわけです。この島馬は島々を。そしてそのために我々は必要な今までの道具たち、そして一つ、まあ言ったらセクションがあるわけだ。こう右側にいたらこう右のセクションがあって、それを何とかかいくぐって、またこっちのセクションを行ってぐるーっと回って、ここに来た時のタイムで競う、もしくは用意ドンの人数で1位2位を競うと、そういうコースをね、作ってやろうと思ってるんだ。これはね、すごい。まあ、一応テーマはね、和風で考えてるんだけどね、やっぱり。和風で、貫こうかなとは思ってるんだけど、いっぱいお金もいるしね。まあ、何より時間が足りるかどうかよね。
私はいくら時間をね、2回、今まで過去で2回ね、この時間軸をいじったとはいえ、結局私の利益になるような時間軸の移動なんてことはしたことないわけだ。明日上がる分の動画を撮るために明日に移動したことはあっても、結局明日はプレイしていないから今日の日にちというのはずっと変わらないわけよ。ただもし家具に季節的なものがあるとするならば、例えば夏とかね、例えば秋とか、そういうところにもこのフルフェイスは行った方がいいのではないかと若干思ってはいるんだね。ま、釣りでもする？一回落ち着こうや、いいんだな。あんまうらうら言うけども話進まへんからな。よっしゃ、ほらもうこの魚を釣り上げろっていうコーナーも設けるからもうあの釣りの負け餌を使って、ね、魚を釣り上げろ、もちろん人の魚影を取っても結構です。はい、そういう風な、だからもう全員でマジで勝負しにかかるっていうね、それをこの動画内で私は完成させると。んよし、あんたこうやっていい香りしてるね。うん、お願い、あ、何お願いって。瓶底メガネ君に。んー、どうして？あ、何？おじさんのイケメンが過ぎるからか。うん、俺ずっと使ってなかったから。うん、ずっと使ってないものをおじさんにやってもな、おじさんもずっと使わへんやろ。こういうのもう好きかもしれへんな。じゃあちょっとつけてみようか、せっかくね私の好きなたこ焼きがくれたんだから。うん、おいさ、たこ焼き瓶底メガネってやな、瓶の底を本当につけちゃいけないんだ。たこ焼きこれ缶底じゃないか、もう瓶底のレベルじゃないような目になっちゃってるけどね。まあでもお医者さんっぽさは出てるけども。約束を覚えてますか。はい、おはようございます、せいぜいちゃん。うん、せいぜいちゃんのただいまの年齢は何歳か聞きたいです。今日は特にお知らせはありませんけれども、ずっと探してた靴下の片方が洗濯機の後ろからいよいよ出てまいりました。ついに待ちに待った靴下の登場だ。あ、私ったら個人的なお話ししてしまってすいません、ほんとね、トミーに謝っていただきたいですけれども、本日も良い一日を過ごしてください。はい、よろしくお願いします。非常に元気ではございますけれども、先まで寝てました。本日はおそらく次の日になったんじゃないでしょうか、わけわからん服着てますけれども、あと6時32分ということになってますね。今日は土曜日ということなんですけど、まだ日にちが変わる前ということで、あの前回ね、私前回っていうかこの前の日かな、ちょっと何しようかなと、作業何しようかなって考えながら少しお金を貯めたりとかしてたんですね。でそのままちょっと終わっちゃいましたもんで、今日はね、今日こそはあのテーマパーク作りっていうのを進めていきたい、作業を進めていきたい思ってますから。っていうかさ、リフォームせえへん、もう何でもええけど、もうリフォームしてもええ、正直ここら辺のもんとかさ、もうめっちゃダサいやん、はっきり言うて。これいや、もうこれかわいいな、ほかかわいいって言う人もいるかもしれへんけど、これでもめっちゃダサいね俺からしたら。もうほんまやるかやられるかの生活で生きてきた俺からしたら、こんな卵とかな、完全栄養食以外の何でもない、ね、卵なんていうのは俺からしたら。てか別に集めるとかそんなんもういいから、ほんま笑っちゃうから。もうね、起きてしょっぱなこんなこと言うのもなんなんだけどね、起きてしょっぱな頭が痛いってことでね、バファリン飲んだんですけども、人間が一番体の調子がそぐであろう朝に頭が痛いっていうのはね、こんな不幸なことないですよ。まあいいわ、ほらほらほら、これドクターフルフェイスの今から部屋のワンオペロックが始まるっていうところだからね、これを今もう全部収納していって、メス入れるよオペ、これはワンオペロックっていう新しいあれな、新しいチームな暴走族みたいに言うやん。よっしゃ、この部屋はお、うん、まるっと片付いたね。オッケー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 じゃない、直すんじゃないの、そこちゃうねみんな分かってな、もうちょっといい、ちょ今ごめん、今だけちょっと静かにしてくれへん、ごめんなみんな。ちゃうね、今か俺は全部を変えたいねな、それやからここの時点でちゃうの、その顔やってんの俺も。まあはっきり言ってこんなレイアウトがしたいとかは一切ないけどね、俺にはごめんね。どう言えばいいか、昔こんな人がいました。あの、どうしてあなたは山に登るんですか、そこに山があるからです、そう飾った人がいました。はい、そう自分の言葉を着飾った人がいました。でもそれと同じことなんですよ、僕が言うてんのは。その深い理由なんてないんですよ、そんなこと考えず今やろうと思った時にパッてやってみたらね、そこで生まれるっていうか。よし、本当にするかな観客ってことにしようかな、じゃあ。
こう観客ってことにしてこれ一応今ある楽器をちょっとここに並べてみようかなと思って、こう楽器とかもいやここもある意味楽しめるスペースにしようかな思った時にね、私の持ちうる楽器をここに置いといて、でみんなで弾けそうやん。ほんなやったらおい、これ木魚とかも、木魚とかも、これ木魚はだいぶキーパーソンやでこいつ、これぐらいちゃうかな。これちょっとフルフェイスの手にこれを持たしてごらん。これ持てへん、あ弾けるわ、いいやん、これ弾けるやろ。これはここ木魚は木魚、あこれいいわ、これこれドラ、うちのドラムってこと、これこんなお前異色のバンドある、こういう感じ。ほんでいいや、俺ここで歌うわ。ほんで俺ここで歌う、ワンオペロックメス入れるよトゥナイトって言うてこう、うん、いいな、ここボーカルさえ決まれば、でここにコンポを置いたんです。このコンポを置いたことによってこう音楽がかけられるはずなんですよね。で例えばこうケケライダーかけたとして、うん、これでこう 合うかな、これ。うん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 、たたたら、たた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 、うん、合うやんこれめっちゃいいねけど、これちょ、え待って、これやったらほんならギターとかもできるんちゃうん、これめっちゃいいやん、これいいわ。ちょ待って、このギターこれも入るわ。あとはあとはここ、あとこいつはいやいや、こいつもちゃんとメロディー合わせてくれるやん。え、すごくないこれ、楽器全部集めたらすごいことになるんちゃうか。 あとこれだけやこいつ一番大事、これマジうちのバンドでこいつだけマジ超キーパーソン、こいつがリズムを決めるから。あいいわこれ、めっちゃ全員でやりたない、めっちゃ全員でやりたいよな。俺これあるだけの楽器ここに集めようかな。いやライブコンサート場か、さ外に作ってもいいな、セレモニーってことで。あかん、ちょっと待って、もうインテリアの中に手前ちゃうわやっぱり。んっていうかなんか来て、あそうか今日土曜日やからか、今日土曜日やからお前来てんのか。ちょっと話聞かして、話聞くか、オペさして。いやごきげんよう、僕の名前はトタケケ、見ての通りのミュージシャンさ。今の時間は僕の気の向くままに歌わせてもらってるんだ。夕方6時からは曲のリクエストも受け付けるから、よかったら。夕方6時とかお前中途半端な時間言うの。今なんですか、トタケケさん、トタケケさん、それなんですか、それも真似しなダメなんですか、もし歌う側な立ったとしたら。トタケケさん超難しくないですか。みなおみなおおみおなおなおおみおそうしゃしゃシャッていうの何ボクサーがボクサーがパンチって言うたかと思ったら、ボクサーがパンチするときシュッシュッって言うと一緒じゃないようなことするじゃないですか。トタケケさんそれ僕好きだな、その曲ちょっと聞かせてほしいな。トタケケさん僕何今の音が一生見てられねえけど、トタケケさん、トタケケさんとにかく眉毛太すぎるわ、眉毛切った後の爪みたいになってるやん。トタケケさんさ、そうやって切ったら両サイドのところが細こうなってな、ピャーン飛んだ時にどこ行ったかわからんなるから、トタケケさんあんまおすすめせえへんねんね、ドクターとしてな。ちゅうかさ、これもう一回剥がさんなあかんじゃん。わーお、めんどくせえ。島クリエイターとか言うてる場合ちゃうねんけども、クラッシャーや、島クラッシャー、島クラッシャー千代子何これ超めんどくせえな。どうしちゃったんだろう、どうしてこんなにめんどくさくしちゃったんだろう僕。やっぱね、一時のその感情に身を任せるっていうのは良くないってことがこうはっきりしたよね。みんなな、おじさんは身をもってそれをね教えてあげられましたことに、喜び。またこれさ、例えば、あ、これちょっと新しいこと俺思いついたかもしんねえど、
島クリエイターで工事を始めるってやりますやん、まずな。ほんでここで川を作るのよ。うわやだ、うわ最悪、自分の撒いた種は自分で刈り取れる。まさにこのことやで、みんなな、うまいこと言うやろおいさん。せやねん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 、ちゃうねん、もう早め、これもう。オッケー、あ、来た。ちょっともう、なんか違うことしていい？ちょっと違うことするわ。やられてしまうか、俺の精神が。そのアレンジなんすか、佐々木さん。すっごい気になるんですよ、ずっと。イメチャイメイ、イメチャイ歌なんですけどね。向いて前髪切って君のまぶたがよく見える。ありがとうございました、佐々木さん。ちょっとモーリーさ、なんかニュース番組のコメンテーターみたいな名前してるとこ申し訳ないねんけど、だいぶ飽きたからさ、あの花をこうガー上からやっていくのな。だから違う、何インターネットなんかせえへんよ。何言ってんねんモーリー、どうしてん急に。おっしゃ、ほなもう出発させてもらうわな、モーリーロバートソンな。よっしゃ、うわ、つまらんとこまだ連れてきよったんちゃうお前さ。なあ、なんか知らんけどさ、あんまりいいとこじゃない気するんだよおじさん。これ高いとこほらあるじゃん、もう高いとこあるし、もう滝もあるし、もう最悪だ。すげえ自然残ってやがる。ただの無人島やん、何も変わったことのないただの無人島をな、俺が来ることによって有人島にしただけやねそれは、っていうことに過ぎひんねん。もうここはそれ以外何もすることがないねん。でもこの魚影はちょっとでかいんちゃうか思って釣ってみたけど、これはスズキやってな、ほらスズキやって。もう最近大物を釣ったことないねん俺。なんでやろ、俺の方が大物やからかな。どうこれ、だからある意味俺が大物すぎて全てが小物になっちゃったんじゃ。何その言い方。もう今のとか言うちょっと頭痛さ増したんやけど。え、俺バファリン1錠でセーブしてるからあかんかなこれ。バファリンってやっぱ2錠飲んだ方がいい。ほらもうこんな、やっぱくすぶってしまうやろ自分。魚としてもな、魚の光がくすぶってしまうね、どうしても。それを今表してくれてるのよこの島は。君がこの無人島に来たことによってって CM でも言ってるやん、 なんか何もないから何でもできるみたいなこと言ってるやん。君がこの島に来たことによって全ての光はくらんでしまうの。クラムボン、クラムボンです。ほら、かかっておいで。全然もう普通の濃いや、この普通の濃いレベル、こんなやつ。ほらな、やっぱ曇っちゃうねんどうしても。もうどれ釣ったって一緒やで、悪いけど。こいつ釣ってみようか。こいつ釣ったってもう全然絶対大物じゃないもん。だって俺が大物やねんもん。そやろ、だそ無理、どうしようもないわそれやったら。ちょっと帰らして。どうしましたかっていうか言いにくい、うん、すごい今ここに言いにくいから、帰させて。うんうん、あかんなー、やっぱ痩せなあかんなー。こう終わんのっていうか、これもしかして俺4月いっぱいかかるんじゃん。もうこのままいったらほら、もうポケットがいっぱいとか言われんねん。もうポケットに入れてたんやお前、すごない？もうその時点で信じられへん。ポケットに入れてましてん僕って、そのポケット今いっぱいですねんって言うて言われても、あ、そう、ほないっぱい、ほな売らなあかんかってなる。え、ポケット入れてたってならへん、まず。え、自分今ポケットにこんなに入んのってな。その時点で言うてることがしっちゃかめっちゃかやのに、ポケットがいっぱいとか言うな。もうドラえもんの4次元ポケットのようにあれ。それではドクターフルフェイス、あ、なんか聞いてるやん曲。
何聞いてんの？ガシャン、はい2点、はい2点入った。どう、もし痛い、どう、えっていうか田中商店開いてんじゃん、早く言ってよ。なんで今まで行きましたよって言わなかったの田中さ。いや、うん、うわ今日すごい品揃えいいじゃん。どうしたのこれ、たまんないね。でこれ何、これあなたのダンベルかなんか、これあなたのダンベルじゃないの。コッフェルってなんだろうな、名前聞いてもわかんないの初めてかもしんないな、おいさんは。よし乗った、その話じゃ買っちゃうぞ、おいさんは買っちゃうぞ、任しとけ、おいさんのこの懐に、懐の奥行きが限りなしと言われてるからな、おいさんは。これは何で、これパンチするやつじゃないの、これスピードバックじゃないかこれ。おう、あこの早いもん、これはもう欲しいよ。3500の、なんで3万5800でもいいよ、3万5800でもいい、3万5800払う、払おう、もう払いたい君に。これは何、まだクーラーボックスじゃないのこれ。おう、冷凍庫って何、クーラーボックスでしょ、だから冷凍庫って言われてもさ、何で人入れられんのこれ。人入れられるんなら死体保管所ってことで買っちゃうけど、買っちゃった、ごめん、聞く前に買っちゃったよ。おいさんどうしよう、指の方が先に動いちゃった。あほんま、和菓子かお前、ちょっといい和菓子か、ちょっといい和菓子みたいなフォルーム。もうスコップがずっと壊れてんだもんさっきから、ほんと壊れイングや。ブローキングマイスコップ、英語風に言うと、ドイツ風に言うとブローキングマイスコップショップコップ、いやいやこれドイツ風に言うとブローキングマイスコップ全然マイスコップっていう、これドイツ風、フランス風に言うとブローキングジュールバンドダスカッパっていう、これは僕のスコップが壊れましたっていう意味。ロケンドバジューでデバスカッパっていう、これがフランスっぽいやろ、ぽいじゃあフランスやん。えだからデドゥヌー仲間えなスコップな負けーな、えバカスコップな負けーな負けーな、いやスペイン、これスペインで言うとこうなる、悔しさが出てるやろ、スペインは悔しさが出んねん、どうしても前に一生なくなんねえなこれ、ずっとやってきてさ全然なくなんねえのマジで。そんなのにやめて、こっちもやりたくてやってんじゃないんだから、たこ焼きそうでしょ、できることならこんなことやりたくないんだから、もうね君が水あげてるからって言ってもう手を休めることできないの、もう時間が迫ってるのずっと。なたこ焼き、たこ焼き見てきヤホンだ、たこ焼き、たこ焼きこう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 、まあ、こうどうしたどうした、はるか彼方の方を見上げたで今、あれはるか彼方の方を見上げて、どこ行ったやろ、あどこ行ったやろ、たこ焼きどこ行った。たこ焼きな、さっき同じこと言わへんかった、たこ焼きに今おじさん一生懸命こうやって作業してんねんな、たこ焼きがそうやってしたらさ、一生懸命作業しておじさんの邪魔にならないと分からへん。よっしゃたこ焼きもういいか、たこ焼きあとそれだけやねん、おじさんな、おじさんそれだけからなあかんねんけど、買っていいか、たこ焼き買わんぞ。あ、なんてことしようねみたいな顔でみんなやめて、たこ焼き、うん、君の顔がそういうことになってるってな、うん、お前、うん、刺されたことあるから、刺されてるやんお前もう。大丈夫ちゃう、大丈夫ちゃう。お前ほんまいいやつやな、自分の頭がぐっさ刺されてて、でも大丈夫って言うてんねこいつ、すごい時間かかったんやけどっていうか信じられへん。ちょっとマイル旅行かましていい、ロマン飛行へインザスカイさしてもうていい、もう絹代ちゃんのとこ空いてんじゃん、うわ絹代ちゃんのとこもうちょっとで空くや、8分や、8分でことつけるか、じゃあちゃうね、俺重大なことに気づいて、ものすごいお金がいるっていうことに、
何かっていうとね、私が今から作っていこうと思うのは各セクションを設けていくわけじゃないですか。すると何が一番邪魔になるって住民の家なんですよ。住民の家を片付けないと、というか寄せないと一向にね、そのセクションを作れない。だから住人の家セクションっていうのを作っとかないといけないのよ。おっしゃ、もうこれはあれやから、全然そんな気張らんでええよ。まあパーっとこうちょっと気晴らししたいなーっていうだけの話やから、マオリ。もうさぁ、めっちゃ自然豊かやん。こことかってめっちゃ自然豊かでいい島なんちゃん。うわぁ、そうなんですよね。私こういう島に昔から住みたかったんですよ。そして、住んだ時本当に私感動しました。そう、ここが私のアナザースカイ。言うてる場合か、だから言うてる場合かって、ロドリーな。何島なんかもわからへん島連れてこられた。こんな普通のさ、何にもない、もうなんでこんなとこに連れてくんねやろ。なんでこんな島を存続させてんねやろ。まず国は、俺もそこが気になるわ。これなんかゴミ島になってるとかない？ゴミ自慢獣ってことない？これどう？ちょっと欲しい理由もあんねん、ゴミ。うわ、普通にブラックバスとかいっちゃん連れたな、やつ連れた、いっちゃん連れたな、やつ。もうなんかそんなブラックバスにそれは失礼やでっていう気持ちもわかるで、わかるけど、もういっちゃんいらんブラックバスなんだね。まだヤマメとかの方がええわ。何なんブラックバスとか。いやでもいらんわヤマメは。でもヤマメはいらんわ言うたけど、わからんもんかね。なかなか言葉ってのは難しいね。あ、動いじゃん、動い、動いやん、動い、うごいって言うて、ちっちゃいやつ、ボブやって名前、ちっちゃいのに名前はボブっていう。あんちじゃ、うごいって言うて聞くね。あいつの顔とか可愛らしいよな。あいつがバナナバナナとか言って、バナナ欲しがないと俺一生分食うたらバナナ絶対。俺の内臓を金に変えて全部こうたる。バナナ。バナナバナナって言って、バナナやってあんな喜ぶねんお前。誕生日にバナナやってあんな喜べるかお前。喜べへんやろ。どんだけ儚いのお前その命。どう、じゃあみんな誕生日プレゼントです。ハッピーバースデートゥーユーって奥から、なになになにって言って、急にそんなサプライズちゃいます言うて、みんながこれケーキバー持ってきてな、ハッピーバースデーって独身の大学生がやトゥーユーって言うて、はいじゃあこれ誕生日プレゼントねって言って、バナナ持って、どう喜べるそれで、みんな、じゃあやった、私このバナナ欲しかってん、一房欲しかってんって言う、言えへんやん。あいつは言えんねんでしょ、それをバナナって言うて喜びよねんで。お前そんなに儚い存在を、そのに人間な、人間5、6匹殺し、あいつ1匹なんとか生成できひんのか。それぐらいの方がいいわ絶対。世の中はよう回る。悪いけどおじさんもそんなんじゃ喜ばへんよ、ほんまに。もうおじさん喜ばそう思ったら大したもんよ。もう何やったら俺喜ぶやろ。逆にロドリーの首かな。な、ロドリー、はいはい、じゃねえのロドリー。なんで一発目はいから入んのお前。騙されるで多分、そのまま生きていったら。ラジャーですじゃないの。だから噛み合わへんなお前との会話は、ほんまいつも。ね、おはよう。少し遅れた、おはようやけど。あら、ちょっと待って、奥にすごい綺麗なね、あ、置いてありますやん、着物。ちょっと一回、いや、あさみちゃんにも一回挨拶しとく、あさみちゃん。あれか、あさみちゃん髪染めた？もしかして。違う？もともとそんななんかあれやった？醤油の焦げみたいな色してた？ん？ね、何くれんの？いや、いい、収納いっぱいやねん、あさみちゃん。喜んでもらえたら嬉しいですって言って、なんか かぶってるけど、大丈夫な、あさみちゃん、そんな。時々この島に整って子が来てるんでしょ。あれ私の妹なんですよ。あの子ちょっとそっけないところがあるんですけど。ああ、もうこちら任しといてよ。私と似て人見知りしがちだから。うん、これも島ゆえなんでしょうね。キネちゃんほななんでそんなそうだったん。姉妹じゃないんちゃうか、もしかして。キネちゃんほな、ちょっとそれはドクターとしては厳しいとこついてしまったような気もするけどね。これドクターちょっと買うだけね。これドクターフルフェイスのままでいたいとは思うねんけど、よっぽどいいのがあるかもしれんから。お前買っちゃった、もう買っちゃったよ私、お金いんのに。うちの就任帳送っといて。これでも一応やれってことやから、休日やから、ドクターフルフェイスの休日。
さあということでいかがだったでしょうか。本日の動画はね非常に珍しいと言いますかね、その1日目と2日目というのを合わせましてね、おおよそまあ8時間ぐらいですね、私ゲームをプレイしてしまったんですね、だからまあ雑談が多いこと多いことね、これでも半分以上はカットしてるんですけれども、それでも50分の尺になると、まあだから次回がね、今回のこの最後の続きからということになりますから、初めて次回こそ島クリエイターというものをね用いて私島を改編していきますんで、ぜひ次回から作る私の一大プロジェクト、その基盤となるこの島はどんな形になるのかご覧いただければなと思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。